はい、タイのタニアプラザに来てます。はい、ヨコさん無理して喋らなくて大丈夫です。ちょっと喉潰れてますね。そうです、ちょっと無理して喋らなくて大丈夫です。ということで今回は、タイのシニアツアーの開幕戦と合わせて、オンラインサロンメンバー合宿やってるんですけど、タイにもゴルフショップがあるということで、そのタイのゴルフショップのメッカと言ってもいいタニアプラザに遊びに来ました。はい、そしていつもタイでお世話になってる島田さんに今日は一緒に写ってもらってます。お願いします。お願いします。今回ねちょっとお土産にパラダイム持ってきたんですけど、シャフトがね合わないので今日はシャフト探しましょうということでタニアプラザに来ております。はい、こんなすごい売り場あるんですね。そうそうそう、そうなんですよ、すごいね。ここはあのタイに住んでる方が皆さんこう集まって買いゴルフ用品を買いに来る感じです。これ全部ショップ、全部ショップ、こっちも全部ショップ。 AI スモークあ売ってるやんって、新作売ってる。トリプルダイヤも売ってる。いくら？2万3000バーツだから10万円ぐらい、9万ちょいですね。いやこの間なんかちょっとフォーラム、いろんなんかちょっとゴルフショップのフォーラム行ってきたんですけど、今日本が一番ゴルフクラブ安いんだって。あ、天聖入ってるよ。でも天聖、天聖最初から入ってますね。10万じゃ買えないんじゃない？うん、日本だと8万ぐらいでしょ大体。天聖入ってて、うん、7万8万ぐらい、うん、もう今純正じゃないんですか？これ多分純正の、そうか、純正の天聖と、うん、あれかカスタムの天聖違うのか、うんうん、そう、これ本当に全部ゴルフショップです。すごい。今は多分フェア的なのをやってて、中が中古だったりこうフェアをやってますね。やっぱあのコロナ明けてまた賑やかになってきたんですかね。結構今ちょうどねホンダの LPGA ツアーとかも開催されてるんで、うんうん、日本からの、 あのゴルフ好きの方は集まってると思いますね。ゴルフ盛り上がってるところですね。ああ、パラダイムがマークダウンして5万5000ぐらいですかね。1万4900バーツ安いじゃん、うん、まあ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 。さあこれは結構3階までショップ？3階ですね。4階まで、4階もちょっとある感じ。まあ、ほとんどゴルフショップなんて。そうですね。ね、絶対書き込みにあると思うんで先に言いますけど、まあ、タニアって言ったらね夜の街ですよねもう絶対書き込まれるんで先に言いますけど。そうですね、はい。まあ、あの昼の顔と夜の顔みたいな感じ、はい、昼はゴルフショップがある、はいはい、そうです、そうです。すごいな、ウェアとかもあるんだな。なんかタイは日本に比べてさらにゴルフが盛り上がってるんですよね。ゴルフ場が新しいのどんどんオープンしてるでしょ。そうです、そうです。なんか去年、昨年は、昨年、うん、一昨年かリブゴルフとかもタイでやってましたし、うん、でホンダ LPGA も今 やってるのを映ってますね。ここはピンだね。はい、ここピンです。この辺りはもう新品ですね、うん、クリーブランド、スリクソン、ダンロップのお店ですね。ダンロップだ。で、島田さんお目当てのシャフトは何階？2階です。2階、2階、2階です。島田さんと同じくお世話になってる大谷さんもちょっとちらっと一瞬恥ずかしがり屋さんで結構あの中古市場も、うん、あのタイは、まあ、ゴルファーが多いのでワインショップもあるお酒屋さん、中古市場も結構盛んになってて、うん、皆さん
中古を買ったり、まあ、売ったりしながら、ここと車で20分ぐらい離れたとトンローエリアのドンキモールにもゴルフパートナーが入ってますよね、はい、そうですね、だいたいこちらがゴルフパートナーかに分かれるというか、うん、まあ、両方行ったりとか、うん、ですね。ここですか、ここ。さあ中古。さあじゃあ今日はパター専門店、パター専門店。そうそう、ここパター専門店すごいですよ。結構いろいろありますよ。見てみます。一瞬ちょっと寄りますか。ああ、パター専門店すごい。シューティングダイマイ YouTube。すごい。すごい。キャメロン？ユーズドのキャメロンかな？キャメロン。スコッティキャメロン。サグレティ。ね、昨日ミクモの YouTube 見ましたね、ホテルでね。Most expensive one. ペンティーマン、アンナ。20万から30万バーツ。ってことは80万、から120万。3000って言うな。なんかもしかしたら掘り出し物があるかもしれないからね。すごい面白い、すごい、全部ちゃんとシュリンクがかかってるね、中古ショップ。シャフト、柴田さん、シャフトここにもあります。あ、あります、あります。これが一番高いんですって。これが一番高いやつ、これ80万。あ、 GSS のラットのやつ、うん、わー、チェリードット、これが一番高いと80万。80万バーツ、え、バーツ、バーツってことは、円。でも80万はもしかしたら GSS だったらまだお買い得かもしれない。結構ごついんだね。うん、まあ、ごつい、ごついっけ。本物かどうかは分かんない。スーパーラットの GSS。インサートだけ GSS なのかな。なんだろう、詳しい人コメント書いてくれるかな。19万バーツ。セプカー。セプカー。うん。これもサークルティー。19万。でもなんか日本より安いかもしれない。うん。ちゃんとはでも向こうの方が品揃えある。うわ、なんかこういうガチャッとコーナーもなんか掘り出し物がありそうだな、これ。マイクはいつでも飛んでます。これとかベティナルディのこれとか懐かしいし、うわ、こんなのあったな、懐かしいな、大学の頃だ。面白い、すごい品揃えですね。そうなんですよ、結構日本に負けず劣らず、うん、面白いですね。楽しい、楽しい。わ、キャメロンいっぱいあるんだな。キャメロンがいっぱいあるってことはやっぱキャメロン持ってる人が多いんだな、タイで。あとは PXG もタイのブランドですもんね。あ、PXG ってタイのブランド。アメリカでオーナーがタイ人だっけ。あ、そうなんですか。 PXG、 すいません、今のカットで。いやいや、もうカットしませんよ。あるなぁ。ああ、
上田桃子さんありますよ、ここに9番アイアン減ってませんか、あります、ここに9番アイアン綺麗ですよ、まだ。このお店は何てお店ですか。桜ゴルフ。面白い。もうシャフトありますよ。あります。シャフトあった。ディアマナ、白マナの 60S。ドライバーよ。重い。島さんには重い。50g。ちょっと伸ばすから。UB の 6S。でもいい感じだね。50g だよ。ああ、40g の R HD OK。 わアクシネットのブルズアイデオ、だけどグリップはスロットライン面白いな。もう一個の店舗もじゃあ見てみますか。はい、コップンカー、コップンカー、面白い。これはもう撮影じゃなしにまたゆっくりまた後日見に行きたいぐらい面白い。お、買ってた人がいるでこっちがエラゴンゴルフですね。そうですね、ここは中古シャフトが結構充実してる。あ、しかもシダもできるんだこっちで、まあ、工房もある。おお、中古シャフトいっぱい。これ中古、これ新品だな。中古です、中古。中古もありながら新品もある。すごいシャフトの、シャフトすごい、ね、ラインナップが。あ、新品もある、うん、すごいよ中古シャフトが。VR の 4X。 あ、これ面白いね、これ本当に。お、IZ の 7S とかもあるし。なんかプロトタイプっぽいのあるよ。何これ、 SF6 の WX な。これ絶対プロトタイプだよね、これ。超レアじゃない、こんな SF6 の WX って書いてある刻印で。プロトタイプだ。もうこれでグラフェットで誰に出したやつか分かる木本さんが調べちゃうよ、高橋さんと。ちょっといいのありそうですか。いや、まあ、元上司かなと。春ちょっとシャフトを長くしようかなと。黒マナした方がいいですよね。50でもこれ、黒マナの50の R だ。これそんな選択肢あるかな。50g 以下のやつで、 50g 以下、うん、で 4475 欲しいですね。ちょっと聞きますか、うん、あ、4575 35 75 75 35 10 10 インチ。あ、ニューシャフトはセカンドシャフト、セカンドシャフト。Which brand, sir? The brand or nani? Everything okay. We have Mac 280, we have new model. 280, we have. Tiger using. VF.
ดีนะชุดเช็คได้ไหมนี่ดี 3.ดี 3.4 ประมาณนี้ครับถ้า 3.4 ถ้าเอาปกติออกไปมันดี 3 ต่อไปถามว่าดีไหมถ้า VFO をおすすめしてきました。そんなにある洗濯機あっちあれは入社フトですかね。の市だけですかね、あそこ並んで。どうなんだろう。ニューシャフトでもいいのかなっていう。VF ってこれですね。VF の中古4の R はありましたね。VF のこれ新品がここに並んでます。あ、VF の5あるよ。でも R2 で、ちょっと柔らかいね。VF だったら S だと思う。硬い。S でも硬い。VF の R があるよ。5の R。あれじゃちょっと柔らかいだろう。i65 があるよ、ね、i65 があるよ。すごい、これ何気にいいんじゃないの i65。 タイプ3だな、ちょっと2、タイプ2だな、ちょっと硬いやつだな。タイプ2の S は硬いんだ。ハーミーもハーミー、でもちょうどいいかな、逆に S ぐらいの、うん、これね、ポクシップじゃない。僕ちょうど良さそうだな。懐かしい。ただ65じゃん。重い。重いか。6S はあるんですけど。あ、ある？それ長さいけます？伸ばせる？伸びてる？あれ？あれ？元のやつどこ？お、いけるいける。お、いけるいける。お、いいの。ちょうどいいかも。なんかね、新品でも6か。5もあるって言ってました。そうそう、でも5はあの新品だからちょっと今は出せない。シダ用では出せない。でも5がいいな。僕らと長くしちゃうと。重い、長くしろと重い。長くしないでそのまま使う、うんうん、これだからちょっと短いってことですか。これ何インチ、40.7インチ。ちょっとならいいけど 45.25 までなら6でもいいけど、うん、でもこれは75まで伸ばしてもらう。僕の良かったでしょ。僕の4575だった。横さんのがあったんだ、長くしたやつが。そうそう、簡単だから。ちょっと店員さんが今、あ、なんでしょう、あれ、はあ、はあ、はあ、ニューアルではテスティング。これはニュー、アニニュー、セカンドハン、ニュー。で、デモ。あ、デモ。デモ。セカンドミミ。セカンドはないですね、やっぱり。うん、新しいのを買えと。セカンドで 50g の。セカンドハンとハーシップ、ハーシップグラム。まあ、あの、何でもいい。まあ、洗い子だ。洗い子だよ。で、45.75. お、青マナ。青マナ元調子で調子ちょうどいいんじゃないですか。そうですね、うん、今使ってるのも元調子なんで。
にぎわってますね、本当。ちょっと店員さん準備してる間に多く見てこよう。ミズノがあったり、BS があったり、プロギア、ほんま、キャロウェイ、海外仕様の三浦、BXG、金、4万5000バーツか、G430。マージェスティとか M27500 バーツ、4だから3万ぐらいか。ちょっと高いな。初代の M2 で3万ぐらい、3倍ぐらいします。高い高い高い、こっちの方が、うん、あのディアマナ46インチを、うん、って言ってるんですけど、えいいじゃないですか。50の S いいと思う、うん、で長い方がしなるから、うんうん、振り遅れ防止、うん、7500バーツ、3万ぐらい、まあまあなかなか高いね。ちょっとアニチェック T メダイ、T メダイなの、セカンドハンドは T メダイ、打ったらダメな味、うんうん、ニュースリーブつけない、あそうかスリーブがない、スリーブない、新しいのが何万バーツぐらい、4万バーツ、1万バーツぐらい、9500バーツ。じゃあそんなに変わんないですね。じゃあ新しい方がいいと思う、うん、ちょっと打ちたい、打ってみたいですけどね、うん、せっかくだ、じゃあ VF だったら、うん、そっちの方が俺はシャフトとしてはいいよね気がする。チェックタイム、うん、したら、あ50どうだろうな。新入だったら50VF5 もあるっていう。 X でいいかもわかんないけど、でも X ちょっと硬いかな。これは6の S、 ああじゃあこれでテストしてみて様子見る感じじゃないですか、うん、でもそれってこれテーラーだよ、うん、これテーラーじゃないの、つくよ、つくんだ、うん、素敵だね、うん、やっぱゴルフが盛り上がってるから需要がめちゃめちゃあるんでしょうね。手際もいい、なんかあれこういうとこしか取れない、うん、なんかちょっと かっこいい感じもするし、なんかかっこつけてるのかかっこいい感じなのか、タトゥーがいい感じ、しゃべれそうです、うん、まあ、多言語に対応してます。重いかもしれない、重い、それはかなり重いと思うよ。バランスいくつで出てる、バランス、ね、工房もあって、軽いな、イサン、重い重い重い、うん、重い重い重い、 D3 伸ばしたら伸ばしたら C9 ぐらいにしないとダメだから、ダメダメ重い、ここを変えるってことですか、そうこれ8でしょ、 This one from the demo but we don't have this one but if you buy the new shaft right
we can make a swing weight for you. Okay. But not different than we have. Can you please check the weight? We don't. だから今 D3 でしょ。2、4、5。いや、だからちょうど後ろの 8g 抜いたら C 級ないよ。外しちゃえば。うん、横さん。え？後ろの 8g 外しちゃえば C 級になる。ああああ、これ。だから 2にするとね。うん、2あるの？あれ耳ね。違う。それは軽いの？前じゃなくてこっちでしょ。兄は OK。こっちピアピアン。八。now now 八。トニーベッドをヤクピアン三。ない。でも外して打っちゃうよ。そう。うん。ちょっとゲップタイム。ゲップタイム。これより 2g 重くなるから外したら、はいはいはい、でも音がギャーとか言うんだよ。ゲップってなくすって言うんですよね。取るとか、はい、入れなくて、前や前や前や、ノーフィーリングな、ちょっとチェックチェック CG ミリーがノーグーな、フィーリングフィーリング just フィーリング no way in here not how、 いやいやいや、 OKOKOK、 全然軽いっす。後ろを外したからね、あの押し出すしかなくなっちゃうよって、一応、まあ、ただで、シャフトがどうか、まだ重い、いける。でも50の方がいいと思いますでしょ。はい、うん、飛んでる277ヤード。うん、50にして、このお尻に50はもう試打できないから、もう買っちゃうっていう感じでなっちゃいますね。何ハーシップマイミン。うん、ハーシップ TR、 ヤオさん、シスパン君、50ベンタス、ベンタスウルの TR。にキーポイントにソフトに硬いでしょ、うん、先端がちょっと硬い。でもこれ短いってこと、45.5 って言って硬い、うん、でも長くしたいんですよ。そう、 he would like to get more rings so yeah but not even you have right very long yeah yeah you can design it yeah but second hand already cut it. 兄はセカンドハンド、あのレモン、How much? あれ1万バーツ、あ、ニューね。1万バーツ。ニューモデル。ニュー、セカンド、ニューね。ディスカウントだ、9500バーツ。あんまり変わんないですよ。そう、ニューとね、1万円ぐらいしか変わんないですよね。セカンドは7500バーツ高いの。ニュージークは。そういう風な作戦でしょ。新しい方がいいよ、ニュージークは。めっちゃ日本語できるよ。スリッパなんです、うん、ね、さっきの方が振りやすい気がする。いいかも。どうなの、こっちの方がいいんじゃないですか。やっぱりいいかも。軽い方がね、軽いっす、軽い方がいいっす、全然。ソングラム、ホグラム、5グラムだから 2.5 ポイントぐらいちょっと重くなっちゃう。さっき今言った、あ、ホグラム6グラム、6グラム、振りづらそうやね、うん、だから3ポイントが重くするとね、全然違うんですけど、重い、これ言ったら、うん、そう、島田さん、僕 2g 持ってるから、うん、僕持ってるから 2g あげます。
だから 2g、2g とか 2g、3g とかで作んなきゃいけダメだね。そうそう、うん、軽いので。うん、でもやっぱちょっと重い方が飛ぶんですか。後ろにが重い方が押し出す力は強いですけど、振る力は減る。前を軽くして後ろにちょっとでもね、いければいい。球も上がりやすくなる、うん、し ミスヒットにも強いです。やっぱ違う気がする。軽い方がなんかね、うん、だからその長さで軽くするのがいいのかな。いやいや、4575にして C、うん、CQ、うん、それじゃあ短い。 CQ ベイドロー軽いから捕まっちゃうよ。逆や、お兄ちゃん。なんかどっちでも良くなってきました。あ、CQ ってあれじゃない ?CQ ってシャフトのこと言ってる。あ、そういうこと。あ、そうだね。そうだね。バランス、バランス、C が O、C が O、D が O。軽いな。うん、ベリー軽い。結果ない。うん、にバランス多分そうだ。いきなり9、9で、うん、日本語なわけないもん。今 C 級ぐらい。あ、今 C 級ぐらい。9.8 とか。D0。え、46インチ。え、今 46？ あ、46なんだ。ああ。シャティにね。45.75。ああ、ちょっと正面正面。え？いいか。軽いね。ああ。軽い。C9。どうですか C 級？ C 9.8。ああ、じゃあほぼ D1、まあ、D D D ゼロ D ゼロに近い、うん。だからでも C 八だからあと。ここ3にしたらいいってこと。2、2とかね。向きがこれなんなんだこれ。すげえフックに刺さる。うん。うん。ですね。気に、硬いになる。OK。VF とソフト。元上司。そうそう。いいんじゃないですか、これで。これちょっとだけ切ってもらった方がいい。カットちょっと長すぎるでしょ。どう、まあ、違和感ない。違和感ない。まあ、切るのはいつでも切れますから。そうそうそう。うん、じゃあこれで、うん、これ2g 持ってるから、もしここでなければ。うん、これ今何が入ってるんでしたっけ。5g、あ、6g、 5g、 2g 見ます。ミミトリーはトリーやれ、軽いよ、カットか、軽いだな。あ、ノーノーカット、ノーカット、このまま、うん、シシップ、シシップ4、シシップ4、セリメナ、ノーセリメナな、え、ニューシャフトね、オリニューシャフト、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 だからどっちにしろニューシャフトでも切って合わせますからね。うん、バランスで危ない、倒らない、いいねな、あ、それが重いんだ。うん。Different adapter。うん。純正のあれが違うから、アダプターが軽くなるのかな。まあどっちにしろ僕も横田も重り持ってるんで多少あの変更はできます。じゃあもう決まりかなこれ。決まりですね。体重感度。え？そう、自分のやつ。これ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 。ブルー。ああ、これ。ベ。キップキップキップ。ベ。ベ。マスターしてる。ということで、はい。今結構この重りとかも全部やって、こうやって丁寧に説明してくれて、いいですね。サンキュー。ちょっとこれ。じゃあこれで決定。横田さんに見てもらったんで、もうこれをこれでこれを決め打ちで。うん、出ていきたいと思います。ベンタス PR PR ブルー、はい、OK、ありがとうございます。いきます。オープンカー、オープンカー。